さあ、ライターを手に取りたまえ。面会にはゲートをくぐったら、再びボディチェックを受けてください。ボディチェックします。面会人、両手を上げて前へ進みなさい。面会人、早く前へ。OK です。何も問題はありません。面会人、手のひらを見せなさい。チェックします。体感を許可します。すまんけど、少し持ってもらえんか。嫌です。これでライターは倒れないし、空気が多少動いても。そうだ、念のため窓の鍵もきちっと閉めておこう。ノックもせずにドアを開けるやつは。なんであいつ僕の住所を知ってるんだ。人の部屋に忍び込むなんて泥棒みたいだけど。このままだと光一はライターの炎を見る。ゴールドエクスペリエンス。このマークは、この日本国のマークは。よかった、もう少しで炎を消されるところだった。日頃の行いってのは大切じゃよ。もう一度ポルポに頼んで再トライさせてもらえるだろうか。どうしたものか今考えてるだけです。テストは炎が消えるかついているかだ。おかしい、再点火できるなんて絶対におかしい。お前再点火したな。スタンド、こいつポルポのスタンドだ。おい大丈夫。そういうことなのか。じいさんは魂をこの矢に刺されて死んだが、僕はどうなるんだ。やむを得ない、倒さねばならない。お前の感覚だけが暴走し、全ての動きがゆっくりと見える。動けたとしても非常にゆっくりなんだ。消えるなんてありえない。また攻撃される。影の中、しまった、うん、そうなったらもう逃げ場はない。日が暮れるのを慌てる必要なく待っている。おい、誤解するな、僕じゃない。そこのスタンドが攻撃、その手すりの影を踏むな。こいつが、しまった。ボルトエクスペリエンス。惜しい。今のスタンドは、見ての通り攻撃されている。イタリアにもあったなんて。何をやってるんだジョルド・ジャバーナ。君はあのスタンドについて何か知ってるのか。ライターの点火は僕の行動が原因だ。このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢がある。能力が目覚める。そうか、だけどあれに似たタイプのスタンドに以前出会ったことがある。一番いいのは本体を見つけて叩くことだ。そこで太陽が完全に沈む前に。今度か、こいつ無駄だ。アクト3、スリーフリー。指を離すはずだ。この重くなる能力、解除なんかとんでもない。なんだ、火が、あの穴を掘って木の根を叩いたのか。こう、矢、あれがこのイタリアにもあるってこと。矢を持ってたポルポのスタンドは見ての通りやっつけたぞ。生きてるも何も、遠隔自動操縦型ってのは。僕がスタンド使いということも。しつこいね。これはお願いだ。敵は一人じゃない、組織なんだ。
お待たせした。君は血が行くからかな。これから私は神の教えと矛盾することを話すかもしれない。人生や生活を抜き差しならない状況に追い込んでしまう。争いは実にくだらん、バカのすることだ。おめでとう、君の入団を認めるよ。我が組織パッショーネのバッジだよ。ああいう若くて何も知らんやつは利用できる。確か閉めたと思ったが。なぜそう思う？それはありがとうございます。じゃあまた。だけど感じるんです、彼の中には正義の心があると。あの時の彼の目にもそれがあった。ジョルノ・ジョバーナが持つ黄金のような夢のことは。なるほど、お前の言うことは本当に大切なことだ。俺のチームに合わせる。情報部のやつが言うには自殺だとか。あいつがぬたまく。ああ問題は後釜だな。おい前見てろよ。平気だ。自殺、あのデブがか。自分の拳銃を口にくわえてドバッとやったんだって。それよりだな、ポルポの財産の噂知ってる？組織に内緒で銀行にも預けられねえヤバい金さ。50億。だが隠し場所がよ。誰か知らねえのかよ。口の固い誰かにな。本当に口の固いやつなんかいないかもしれんが、フリーになった50億リラを回収しにな。だがブチャラティ予備校するなら気をつけろ。なんか今日は乗り気じゃないんだよ。そしてククだってちゃんと覚えたじゃないですか。教えた通りやればできます。おい何の真似だこりゃ。またですかミスター。間抜け。ガキの頃近所で子猫が4匹生まれてペット2と1匹もらったやつが。こういう場合はレストランが気を利かして3個にすべきなんだ。終わったよフーガー。どう脳みそか。なんだと。てめえら何やってんだ。紹介しよう、ジョルノ・ジョバーナだ。はあ、よろしくお願いします。どうした？お電話が入ってます。あ、わかった。わかりました。お茶でも飲んで話でもしようや。ありがとう。ああ、メニーニさんじゃないですか。どうされました？いただきます。いただきますって言ったからには飲んでもらおうか。さあね、君たちだって能力を秘密にしてるんだろ。物体を移動させる能力。口開けてみせろよ。ブチャラティは知ってるのか？まあね。ブチャラティ、彼女は私の親友なんだけど。お願いします。本当は優しい子なんですね。守ってくれるんだよねブチャラティ。ああ、なんとかするよ。いつヨットなんか手に入れたんだ？これから借り。また？だったら今あそこに浮かんでませんよ。うるせえ。分かったよ親父、あの左端のを頼む。ご自由にどうぞ。すまないな親父。会計頼むぜ。あ、あ、なんだそのあれだよ。しょうがねえな。コーラ、スパライト。ありがとう。いや、ありがとう。いいだろう、陸も遠くなったしな。観光でなけりゃ何の用事で行くんだ？なぜ死んだのかはどうでもいい。その額は100億リラだ。すげえ。さすがだぜ。マジかよ、一気にすげえ話になってきやがったな。よこせジョルノ。状況がよくわからないんですけど。あいつまさか海の中にドボンしたんじゃねえだろうな。ミスター何やってんですか？ミスター、スタンド攻撃だ。
しかしなんで突然。金だ。俺がなかなか金の場所を言わねえもんだから、しびれを切らしたんだろう。同じ組織のもんだろうが平気で殺しをやるだろう。Fighting!